アイテム番号。CP684JP。オブジェクトクラス。AFE。特別収容プロトコル。CP684JP は実質的に収容が不可能な事象であり、致命的な影響の封じ込め、または人体に累積する認識災害的効果リセットの恒久的な実施という形で対処されています。現行においては執行プロジェクト、U2 が処理を担当しており、詳細情報の申請は当該プロジェクト責任者に対して直接行ってください。現在は、CP684JP に対する広範囲的なミーム処理による対処が完了しています。しかしながら、処理手順の更新と、CP684JP 現象の再発防止に要する措置、実験のため日本報告書は特殊保護指定されています。CP684JP 現象の再発が確認された場合に備え、本報告書の閲覧が、セキュリティクリアランスレベル3以上の全職員に対して義務付けられています。また、本報告書添付のクリアランス5レベル5は、CP684JP 現象の大規模な再発が確認され次第、応募権限の自動的な発動に伴い全セキュリティクリアランスレベルに対して完全解除されます。説明。CP684JP は、アルファベットの S が人類に対して及ぼす不可思議な認識災害的現象です。本現象の存在は19年に開発された、地域ごとの死因環境情報統合プログラムによる統計的データの算出によって、明らかに統計的に不自然な平均寿命データが継続して観察されたことによって調査が開始されました。そして2年間に及ぶ実験と統計の採取の結果、本現象が、アルファベットの S に起因する累積型の認識災害であると結論付けられ、財団による対処が決定されました。CP684JP は、アルファベットの S を認識するたびに人間の記憶容量に累積するダメージです。アルファベットの S の形状に類する認識がなされるたびに、CP684JP は個人に累積し、累積量が17628回の暴露相当に達したとき、その個人の肉体が一切の生命活動を停止します。これは、アルファベットの S を直接視認した場合であっても、形状を正確に 83% まで思い浮かべた場合であっても累積します。この効果は言語としての、アルファベットの S に相当する認識ではなく、アルファベットの S の形状そのものに原因があると見られているため、アルファベットの S に似た形状の存在を認識することによっても効果が累積すると推測されています。CP684JP の累積が肉体的な死を引き起こすメカニズム、または直接な因果関係は解明されていませんが、生命活動の停止という形で現象が完結する点から、非実在的な効果ではなく何らかの実体的な要因であるとみなされています。CP684JP はその性質から、古来より多くの人類に影響を及ぼしてきたと考えられますが、これまで人間の死に関する情報の統合が困難であった点。歴史レベルでの長期間の暴露が継続してきた点、異事象の原因の特定が技術的に困難であった点によって、発見がここまで遅れたものと思われます。また、アルファベットの S が多くの文化に定着し、拡散している状況が常態化していることから、病院の根絶、もしくは情報的な収容は絶望的であるとの見方が強く、収容によらない対処法が現在検討されています。ほい。CP684JP の個人への累積に対抗する手段の研究の一環として、多様な認識効果への暴露実験が行われた結果、特定の視覚もしくは皮膚刺激パターンの認識に CP684JP の累積をリセットする効果が認められました。この結果に基づき CP684JP の危険性と影響力を考慮した上で全人間社会に対する潜在的なミームサップ処理が実行されました。CP684JP 対抗ミームは全人類を対象にサップされ、効果の継続のための執行プロジェクト、U2 が応募、6によって組織されました。執行プロジェクト、U2 は、CP684JP 対抗ミームが人類社会から自然的に、または人為的に消滅することを防ぐ機関として、複数のフロント企業を利用しての、CP684JP 対抗ミームの各デザインへの埋め込みと U2 の監視、潜在的な協力団体への間接的経済支援等を専任業務としています。
執行プロジェクト、U 通行外、セキュリティクリアランス5レベル5。端末をスキャンしています。端末のクリアランスを確認しています。端末に残留する生態的痕跡を確認中、完了。執行プロジェクト、U 通情報を認証。アクセス開始。アクセスに成功しました。まずは、これを開いてくれたことに礼を述べなければならない。本当にありがとう。君がこれから知ることは、より多くの人間に知られていなければならない事実でありながら、知る人間が多すぎても問題を招く。矛盾した物言いであることは百も承知だが、我々が抱えている問題がいかに厄介なものであるかは、君のような人間であればよく知っているはずだ。これから私は、それら問題の山脈で我々が乱した奇跡についてここに書き残そうと思う。君の覚悟は、高く評価されている。これを読む人間の多くは、我々の仕事を継ぐに値するだろう。執行プロジェクト、U2 は存在しない。U2 の業績報告も、人事記録も、名簿も、すべて虚偽のものだ。執行プロジェクト、U2 には誰も存在していない。強いて言えば、私一人ぐらいのものだろう。すべて架空の、さらに架空の機関。作られた、精巧なダミーだ。なぜそのようなことをしなければならなかったのか？多くの予算と労力をつぎ込んで、我々は何を隠そうとしたのか？その答えこそが、CP-684JP である。我々が並べた嘘は U2 だけではない。この報告書のほぼ全てが、偽情報の鋳型に流して固めたようなものである。端的に述べて、CP-684JP に対抗手段はない。CP-684JP はミーム的な認識災害の蓄積によって肉体的死をもたらすオブジェクトではない。CP-684JP に対する調査の中期に判明した事柄だが、CP-684JP は、お人生のうちで総計17628回認識したことをスイッチにして発言される小規模な現実改変現象である。その際の現実改変現象の発生源は現在もなお不明とされているものの、現実保護アワ内に保存したデータとの照合とヒューム値の計測実験から、この見方は相当に信頼性が高いものと言える。よって、対抗ミームなど、CP-684JP に対しては一切無意味なのである。被験者は肉体的な死を迎えるのではなく、確率や統計といった不確実性に対する現実改変によって、被験者の死という結果へと誘導されるのである。それゆえに、被験者の死因はそれぞれ異なったものとなり、それが、CP-684JP の発見を困難たらしめていた真の理由なのである。という文字、あるいは記号のどこにそのような現象を引き起こすメカニズムが潜んでいるのか。その謎の究明は、すでに行われてはいない。なぜならば、この事実は、発生の起源への探求心以上に、我々の大きな恐怖を駆り立てたからだ。考えてみてもらいたい。アルファベットというものが発明され、という原始的な記号に下りきついてから現代までの、ひたすら長い間、この地球上の至るところで、ほぼ絶え間なく、CP-684JP は現実改変を引き起こし続けていた。その現象が、この現実に、これまでどれほどのダメージを負わせ続けていたか。小規模な現実改変が起こる度に、わずかずつ、世界の理や摂理は歪められ、本来の秩序だったものからはぐれてゆく。それはまるで、人間に細い針を次々と刺し続け、何本目で死に至るかを観察する実験のように、少しずつ現実を破壊へと導けていた。それこそ、世界そのものに対する、17628回目、を目指しているかのように、である。そして実際に、ある時期から急激に、我々が確保し、収容し、保護すべき異次要存在の報告数が増加した。我々は、もはや議論の余地なしと判断した。CP-684JP に早急に対処しなければ、事態は人類の死のみにとどまらないだろう。我々は即座に、そして静かに行動し、多くの犠牲と陰徳の廃墟の上に現実を再建した。具体的に言えば、我々は人類史から、を根絶することに成功したのである。既存のプロトコルを数多く応用し、あらゆる記憶、記録、そして自然界から、を根絶やしにした。そうしてから、我々は代わりのものをプレゼントした。何の意味も持たない、無害で無作為な、S、という記号である。
から他な世界に似つかわしい、誰もが傷つかぬ文字。我々は、すべてをやり直すことに成功した。しかし、終わりではない。言語というものはある種の普遍性、あるいは人間の根源的本質の表出である。で、あるならば、我々は、CP-684JP が、再発明、される可能性を否定できない。だからこそ執行プロジェクト、U2 が、そしてこの報告書が存在するのだ。CP-684JP の再発明を可能な限り防ぎながらも、それが起こってしまったとき、その現象が、CP-684JP である、と君たちが認識できるようにするために。我々がどのような手段を用いて、CP-684JP を根絶したのかについても、有事の際には明らかとなるよう、データベースのダミープログラムの裏に仕込んである。そのために、我々はとある重要な情報をここに残さなければならない。根絶された？は実際のところ、この世界でただ2箇所にのみ存在が残されている。一つはサイト、8100の第3地下機密収容倉庫に保管された、D クラス職員によって書き残された1枚の色紙に。もう一つは、私の頭の中に。私は常に頭の中で、思い描くことで、認識する回数、が進まぬように抑えている。我々の仕事を引き継いでほしい。君はそのためにここにいる。我々の作った世界で、新しい現実を守るのだ。我々が存在した、CP 財団は、もはや存在しない。君の仕事が始まる。ようこそ、SCP 財団へ。オフ5、6。